はいどうも、ゆうきとゆうじょう、アルビ番長もやもや、ウッディです。今ですね、2時51分、もう3時になります。 AM ですよ、皆さん。この3時に何をするかというと、はい、9ヶ月前、振り返ってみてくださいよ。9ヶ月前ですか。9ヶ月前に、ある動画を上げてます。よりお二重、よりおの IT テープで、寝る前にね、糊を貼って、そう、ここね、寝て起きたら、二重になってるっていう動画撮ったじゃないですか。はいはい。皆さん、これ、こちら見てください、9ヶ月前、はい、どうも、こぶとりです。よりお二重メイクということで、よりお二重メイクですね。二重の癖付けアイテムということで、寝てる間に自然な二重の癖付け、こんな感じです。お、ちょっと待って、いって、お、すごいこれ。朝なりました。めちゃくちゃ一重になってました。いやー、まあ、癖付けですからね。やった時は二重だったんですけど、起きたら一重戻ったんですよ。あの商品ほぼ1000円したじゃないですか、うん、僕許せないですよね。どうしてもこの一重の彼は救いたい。お願いします。本当にね、目細いんですよ。もうニコちゃんマーク買ってくれる。かわいい。1000円かけて大失敗、バカバカしいです本当に。はいはいはい。一重が強いって言ったらそれまでだけど、何でもいいんです。棒、安全ピンじゃない。安全ピンじゃない。人殺す。ヘアピン、ヘアピンね。まあセロテープでも、はいはい、マスキングテープでも、斜めですけどテープ、はい、この2つって100円以下のものじゃないですか。それを使って、一晩で二重になっていただきます。おお。あの一重が手強いかわからないですけど。僕のね、一重はもうね、もう見てください皆さん、これ。安いものだけでなったら、これも1000円のよりおアイテープを買ってる皆さんも後悔する。お金をかけないで最強の二重のやり方。施工ではないよね。施工。まあプチ整形で最強の人 VS 最強の激安プチ整形。プチ整形いきましょう。はい、行ってきましょう。レッツサスタ。よいしょ。はい、まずじゃあ準備するもの、はい、プッシャーもしくはヘアピン、はい、ヘアピンね、はい、今回は合計4本必要ですね、はい、であともう一つセロテープを使います。手作り感満載のね。中学の時作りました。スカボール、すっごい食欲失せる色。シワを寄せたいっていう二重のライン、一番いいところを自分で決めれるんです、ね、そこでシワを作っていきます。ここのライン、はい、オッケー、分かった。お、うん、ここでかすぎか、ここでかすぎ。何こいつ。あと俺がさやるとさ、うん、二重太すぎるんだよ。あ、手張って。あ、これでもう手張っちゃうんだ。おお、寝にくこれ。ちょっと寝にくいでしょこれ。よおしっこで、おしっこで。手張って、今思ったけどさ、これ寝れなくて。セロテープがですね、なかなか皮膚にくっつかないということで、マスキングテープ、うん、塗装用。僕を物だと思ってますよ、彼は。ヘモコクシ。じゃあやっていきましょうか。おいしょ、おい、これですよ。うまくなったね。うまくなったよ、もう社会人。もういいじゃないこれ。もう何でもやりますね、俺は。便利や。ひど、聞きました今。なんかおかしいでしょこれ。ここおかしいでしょこれ。だったった。はい、ということでね。本当はですね、二重って薄いじゃないですか、うん、一重が強すぎて、そうなんですよ、ね、その理想のラインが作れない。これ一番薄くしようと思ってもこれが一番薄い状態。このラインで一重になっちゃったらどうすんの、うん、もうちょっと近く行って、うん、一生暮らせないですよ僕これ。あ、そのサムネ頂戴したら、これサムネしようぜ。ということで、これで完成でよろしいですか。これで、まあ、一晩ゆっくり寝てもらって、はい、じゃあ寝る準備しますか。はい、はい、じゃあまた朝お会いしましょう。お会いしましょう。ロッとっと、おはようございます。おはようございます。ギャルバッティングセンター行くと結構打つ。7時間ぐらいで経ちましたんで、これ取って二重ができてるのか実証していきたいと思います。じゃあ試したいと思います。いきます。結果発表こちら。え、おちょっとついてね。ちょっとついてね。ちょっといるよね、ほら。
うっすらいる？うっすらいる気がする。左こっち、ほら、ほんとだ、ほんとだ、ほら、二重じゃないけど、線できてる。一晩で、このうっすらでもつくってことは、まあ一週間、一ヶ月続けてもらえれば、どん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 濃くなるわけです。なりますよね。昨日って、まぶた、フラットな状態で、やって、どこが線なのか分かんなくて、これ今今日、線がうっすらでもできたわけだから、同じ理想のポイントで、毎日やり続ければ、なるんじゃない？できますよね、多分。ちょっと希望は見えた。見えましたね。ちょっと見えたから。確かに、昨日、昨日は、昨日の俺と、ちょっと比べてみてください、昨日の俺と。編集者さん、ちょっとやって、ペッて。数万払って二重になるのか、少し時間をかけて激安でプチ整形をするのか、そうだね、まあこれはあの個人の価値観でもあるから、ね、やってみる価値はあると思います。信じるか信じないかはあなた次第です、ということで。これリアルだからリアルですよ。ただあの寝てる間にピンって結構危ないと思うんで、そうだね、あの自己責任で、あのお子様にはあんまりお勧めしません。僕一生一重かと思いましたが、なんか希望が見えてきたので、皆さん頑張っていきましょう。これからも激安二重プチ整形でした。あなたの街にさすがじゃん。